こんにちは、ひかごパパの森田です。いやー、連日暑いですね。こんな日は海にも行きたいんですけれども、このテント、海水浴場では全く役に立ちません。というのも、ビニールハウスの温室の中にいるみたいで、外よりもものすごく暑くなるんですね。風も入ってこないんで、なんとかこのテントを改良して、ビーチで使えるようにしてみたいと思います。これ私のプランが、この遮光ネット、遮光率 75% 外気で買ってきたやつなんですけれども、これにテントを張り替えようと思います。ただいまテントのシートを後ろと両サイド取ったところです。骨組みだけになりました。炎天下の作業でこれだけでも汗だくだくです。であとは、遮光シートをこの型の通り切って縫い付けていこうというところです。このカッターナイフに切ります。プラン変更です。貼り付けようとしたんですけれども、それをやめて、2m×4m の遮光ネットを上からかけてクリップで押さえるだけにしようと思います。縫い付けるのは面倒なんで、これでだいぶ違うんじゃないかなと思います。入ってみます。どう？よいしょ。お、悪くないよこれ、二重だから。はいはいはい、そんなに熱くない。いけるいける。ここなんかパパ、これ見える晴れてて、うん、はいはい、ここなんか OK。 結構快適です。こっちはちょっと